クロップ元監督プレミア闇を衝撃暴露。クロップ元監督は、指示については話さないように言われたと発言。これは、115件の財務違反を犯したとの告発を受けて、クラブとしての運営体制が疑問視されている指示1に揶揄しているものだと思われる。仮に指示の有罪が認められた場合、18対19と21対22シーズンに2位だったリバプールはさらに2つのリーグタイトルを獲得する可能性がある。この点について指摘されたクロップ元監督は、バスパレードを企画するなら、私も賛成だ。どれだけ時間がかかっても構わないよとコメントを残していた。また、ジェイドン・サンチョとエリック・テンハフ監督の間に問題が起きたユナイテッドについて、もし世界中が選手への信頼と信念を失ってしまったら、監督が選手の背後で支えなければならないと前置きした上で、ところで、他のクラブがやったように彼は役に立たないと決めつけることはできない。選手を高額の移籍金で買って、その後レンタル移籍させるなんて、と、ユナイテッドのマネジメントの拙さを皮肉っていた。そして、マウリシオ・ポチェッティの監督との電撃的な契約解除を決めた、チェルシーのオーナーであるトッド・ベイリー氏については、驚いただろう。チェルシーのオーナーは、お金を稼ぎたいだけ、なのだと述べた上で、ロンドンのクラブを買収した連中ではなく、リバプールのオーナー、彼らがチームにいることを本当に喜ぶべきだ。チェルシーのベイリー氏がオーナーだったら自分はリバプールで1年も生き延びられなかっただろうと、ライバルクラブの運営体制を痛烈に批判して、リバプールのオーナーや経営陣に称賛の言葉を送っていた。すげえ、言いたい放題言ってる。ロンドンのクラブへの発言は大丈夫か？それでもシティのことは言うなって言われなかったらもっとぶっちゃけてるんだろうな。まあ大いに賛同するけど。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。